こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。肥満とセルライトのお話です。肥満に関する記事やエステティックの情報でセルライトという語を最近よく目にします。セルライトは肌の組織が十分な脂肪と水分を蓄えやすい状態になって、肌の表面が不規則にボコボコしてまるで柑橘類の皮のように見えることからオレンジピールスキンと呼ばれています。この状態で生成された脂肪は分解代謝されにくく、皮下に貯留しやすい傾向があり、女性の方が男性よりもセルライトができやすく、スリムな女性にも発症します。セルライトが進行すると体脂肪率が増え、肥満などのトラブルをもたらします。できやすい部位としては腹部、ウエスト、臀部、背中、太もも、腕、首の付け根など、もともと脂肪細胞の多い部分です。セルライトの進行状態には4段階あって、正常な肌ではキメが整ってツヤと弾力があり、脂肪も適当に蓄えられていますが、第1段階になると体全体がむくみやすく、足がだるく重く感じられます。脂肪部分をつまんで皮膚表面にボコボコが現れるようであれば、皮下ではセルライトの形成が進んでいます。第2段階では皮膚をつままなくても太ももや臀部など脂肪が多い部分がボコボコしてくるようになり、脂肪が硬くなってきます。第3段階では膝の後ろなどの細い血管が切れやすくなり、皮膚を押すだけで痛みを伴うようになります。ここまでなら新陳代謝を良くするようなマッサージや皮膚の手当てで回復も可能ですが、第4段階になると肌は硬く角質化して乾燥してザラザラになり、新陳代謝も行われなくなります。こうなると一般的なケアではセルライトを除去して普通の状態の皮膚に戻すことは難しくなり、特別な外科手術が必要となります。では本日の話はこれで終わります。